昭和20年、焦土と化した日本に響き渡った戦後最初のヒット曲、リンゴの歌。その明るい歌声は人々に生きる希望を与えたのです。歌も楽しいや、東京きっと泣くも笑うものんびりと。戦後復興を目指す人々のそばには常に名曲が寄り添っていました。中でもその歌声で戦後の日本を照らし、昭和歌謡の黄金期を築いたのが近江俊郎、岡春夫、田畑芳雄の戦後サンバガラスでした。水の山々月あわく明かりに夢を眠り、湯の町エレジーをはじめ古賀政男とのコンビで数々の名曲を世に送り出した近江俊郎。しかしその人生は紆余曲折の連続でした。近江お前歌えってこう言ったんですよ冗談じゃない、僕は首席で歌う契約してないってなこと言っちゃったんですよ、ねね、それで結局ね、お前なんか小僧生意気なクビだってか、誰がこんな会社にいるかって古賀先生の門を叩きましてね、うん、それでテストを受けさせてくれないかと言って行ったんですけれども、似てる藤山一郎、うち二人いらないって断られちゃったんですよね。バロスドゥラララハ、バロスドゥラララハ、バロスドゥ川の名優米山正夫と紡いだ名曲ハバロフスク小歌。誕生の陰には男同士の友情と知られざる秘話があったのです。ビルの裏はもうバラックの状態の時でしたからね、はいはいはい、でもやっぱり先生のお歌がね、皆さんの心に届いて元気をいただいたんじゃないかと思うんですけど、この歌聞いてると、ありありとその風景光景が浮かぶんですね。底抜けの明るさで人々に元気を与え、おかっぱるの愛称で親しまれた岡春夫。数々のヒット曲を貴重映像とともにご紹介します。人見知らし、あのエフボ、あ東京の花売り娘、マークはオースとエレキギター。マドロス歌謡で人気を博したバタヤンこと田畑芳雄。鈴木のしおりの影に歌手人生の原点にあったのは壮絶な幼少期でした。午後の授業になるとみんな弁当で食べて、私は弁当がないししょうがないからもう走って行ってですね、
運動場の方へ行って一人でしょんぼりして泣いてるなんて、ね、でまあ、結局、まあ、自分で働かなきゃそういうもの増えない。それでも胸の奥にあったのは両親への深い愛と感謝の思いでした。さらに貴重映像も発掘。戦後サンバガラスと昭和の歌姫美空ひばりが共演した映画もご紹介。仕事ではありませんよ。あ、それあかんわ、人のやろ。あ、それお姉さんのやないの。やったもしてるわ。月夜の眠れ、鳩が飛び立つ、かわいいかわいい鳩が。今回は昭和歌謡史に黄金期を築いた戦後サンバガラス、波乱に満ちた3人の壮絶な人生を名曲の数々とともに3時間スペシャルでお届けします。今回の輝いていた昭和の1ページは昭和歌謡黄金期と題しまして、戦後サンバガラスと呼ばれた岡春夫さん、近江敏郎さん、そして田畑芳雄さんのお三方の人生を紐解いていきたいと思うんですが、そのプレ戦後といいますかね、あの戦後の昭和のもうトップバッターたちですよね。だからとにかくこの人たちから日本の歌謡曲が始まった、あるいは J-POP が始まったとこう申し上げても過言ではないという、そういう意味ではやっぱりその昭和の、あの第一党ですね。さあ、それではそんなお三方の魅力を語っていただくお客様、はい、ご紹介させていただきます。まずは歌手の大津芳子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。1人目のお客様は歌手の大津芳子さん。昭和30年岡春夫と同じキングレコードから千鳥のブルースでデビュー。ここに幸ありや東京アンナなど多くのヒット曲を世に送り出しました。岡先生の場合は、はい、本当にあの子供の頃舞台を拝見して、日本戦争が負けてもう本当にあのビルの裏はもうバラックの状態の時でしたからね、はいはいはい、でもやっぱり先生のお歌がね皆さんの心に届いて元気をいただいたんじゃないかと思うんですけど、続いてのお客様なんですが、はい、田畑芳雄音楽事務所の代表取締役勝山沙織さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。2人目のお客様は田畑芳雄音楽事務所の代表取締役勝山沙織さん。幼い頃は田畑と同じステージに立ち、付き人経験もある彼女ですが、そこには驚きの理由がありました。勝山さんは田畑さんのお嬢さんだったんですか？そうなんです。あ、そうですか。父親がですね、はい、60の時の子供で、さらにまたこの下に私の弟がいるんですけれども、弟さんがいらっしゃるんですか？はい、すごい。お元気ですね。もう本当に元気ですね。お嬢さんの前でお元気ですねって言ったら失礼で。そうですよね。60歳ですよ。ね、60歳。あの女性大好きだったので。もう堂々たるもんですね。この言いっぷりが。娘さんがこういうふうに言えるっていうのがかっこいいですね。素晴らしいな。みんな今。平成の芸人がおど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 生きてる中でビッグミネさんとか田畑芳雄さんとかってのはもう堂々たるもんですね。時代の違いってのももちろんあるんでしょうけど、いやー、やっぱなんか人生観の問題じゃないの。まあこそこそしている時もありましたけど、あの私父の実はあの付き人をずっとあのやっておりまして、はい、でその、はい、きっかけがあのうちの母にお目付け役として、要は監視役でいて、ちょっと行ってきてと言われたのがきっかけなんですけど、本音で喋ってらっしゃる、素晴らしい。いいですよね。その付き人ってのはおいくつの時から、あの本格的に始めたのは高校卒業して、高校卒業してすぐお父さんのお目付け役で、はい、といったところでお父様もその頃70代、
そうですね、70代でもお目付け役が必要だった、必要だった、俺見習おうさあそして音楽プロデューサーで評論家の佐藤剛さんです、よろしくお願いします。はい、そして音楽評論家の佐藤剛さん、ザ・ブームの島唄や甲斐バンドをプロデュース、音楽関連の書籍も多数執筆されています。さあそれでは、まあ、お三方のまずデビューへの道のりから辿っていきたいと思いますが、はい、3人の中で最もデビューが早かったのが大見敏郎さんなんですね。でそのデビューまでの道のりはといいますとこちらです。大正7年、大見敏郎、本名大倉俊彦は東京都に生まれます。兄三嗣は13歳にして人気活弁士として活躍し、その後映画会社を経営。さらに姉は日本コロンビアの専属歌手香取美穂子という、まさに華麗なる一族。大見自身も武蔵野音楽学校、現在の武蔵野音楽大学の声楽科に入学します。ところが昭和11年、教授と授業内容をめぐって対立、退学してしまうのです。私たちが教える、ドイツのクラシックが一番なんだと、うん、それ以外というのは、まあ、ある意味音楽ではないんだっていうふうなことで、ことごとく若いのに対立してたというか、まあ、自分の意見をきちっとおっしゃる方だったんですね。この方はあの我々が見聞きしてる中でよく審査員ですけど、非常に柔らかい批評をなさる方で、はい、そういう意味では優しい審査員でしたよね、大見敏郎という人、うん、ね、なんかそういうのが、はい、やっぱり人をその褒めて育てるんだという思いが、うん、そうなんですね、侮辱して育てちゃいかんっていうような、はい、要するに上から叩き込むっていうんですか、だからそれ戦時中のことですから、多分そういう教育っていうのが音楽学校だけじゃなくて全般に行われてたという気がするんですね。大学を中退してしまった大見敏郎でしたが、すぐに運が巡ってきます。なんと太平レコードから鮫島俊博の名で歌手デビューすることが決まったのです。曲は当時のスキーブームにあやかった滑ろよスキーでした。冬の翼がランランラン、あの音越えてあの丘越えて、粉雪散らして愉快に楽しくラン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 、僕らはまこと小柄に終点暴言照れ幕。大見敏郎のデビューから3年後の昭和14年、岡春夫と田畑芳雄が歌手デビューを果たします。大正5年、千葉県木更津市に生まれた岡春夫、本名佐々木達夫は16歳の時歌手を目指して上京。銀座や浅草で流しをしながら腕を磨きます。そして昭和13年、キングレコードのオーディションに合格。専属歌手として契約すると、翌昭和14年、国境の春でデビューを果たします。春と言うてもなのみの春よ、今日も吹雪に日が暮れて、流れ果てなき雨るよ。独特の歌唱ですね、ね、声の質が明るい方なんですね、もともとね。どこでブレスしてるのかなと思うぐらい。あ、なるほどな、ね、あと全部声をぶつけてね、あそれで鼻にかけてほーっていうこういった感じの歌い方をなさってね、本当にあの歌い手の、まあ、私たち後輩としては元気をいつもいただいてました。この歌は実は悲しい歌なんですよね、辛く切ない。だけれども、岡さんの
あの鼻にかかった柔らかい声で歌われると、なんかその辛いっていう歌よりはなんか希望が見えてくるっていうか、本当に近づいてくる春っていうのがこう歌声から感じられる。そういう意味でやはりとても歌声と歌い方両方に特徴があって、明るくてリズミカルっていうのが岡先生ですね。この後は田畑芳雄のデビュー曲「島の舟唄」。「一人船頭で暮らすのさ」。大正8年、三重県松阪市に10人兄弟の9番目として生まれた田畑芳雄。貧しいながらも幸せにあふれていました。しかし田畑が生まれてからわずか3年で一家の大黒柱だった父が病死。残されたのは母と多くの子供たち、そして多額の借金でした。その後大阪へ移るも、待っていたのは想像を絶する極貧生活だったのです。もうこれはね、一生忘れられないですね。結局まあ姉さんはね、今日お父さんが死んで、そのまま薬代になり、で一番長男がね、長男のことよく言っちゃいけないけども、結局まあ時代遅れの仕事したわけですよね。でそれがダメになって、それを救うためにまた一番最後の姉さんも芸者に売られて、それが全部借金の返済になって、とどのつまり弟と私とおふくろと3人残って、これがねどうやってあの当時ね生きていくか、もう手内職ですよ。で結局その2年生になるとね、あの弁当がいるでしょ。で結局小学校ね一番悲しかったのはね、その今言った、みんな午後の授業になるとみんな弁当で食べてる、私は弁当がないし、しょうがないからもう走っていってですね、運動場の方へ行って一人でしょんぼへ来て泣いてるなって、ね、思い出すとたまらない。しいで何が切ないって言ったら、ね、物があってそれが食べられない、そうです、ね、買えないって、こんな切ないものはないです。しかも子供ですからね、で、まあ、結局、まあ、自分で働かなきゃ、そういうものは食えないと、うん、あの主食がおからで、あのおかずが紅生姜っていう生活がずっと続いていて、でそれで栄養失調に子供の時になって、この右目がそれで潰れてというか失明してしまって。失明なさるんですか。はい、うわ、音楽がその時のまあ拠り所でもあったと。はい、あの父のお父さん、私の祖父にあたる人が、あの尺八が大好き でそれを演奏しているのをこう縁側で聞いて、それが音楽の原体験になっていて、でそのお母さんと寂しさを紛らわすために、あの赤とんぼという曲を、あの縁側で歌ってた思い出があって。3歳で父を失った田畑芳雄、その寂しさを紛らわすために近所の川辺で母と一緒に歌ったのが赤とんぼでした。夕焼け小焼け赤とんぼ追われてみたのはいつの日か、山畑桑の実を小籠に積んだ幻か。お里の頼り
立てた。お弁当すら持っていけない生活が続き、10歳の時に小学校を中退。兄の元を離れ流浪の日々を送っていた田畑は名古屋に住む姉の元へと向かいます。しかしさらなる不幸が待っていたのです。原因は不自由な右目でした。ところがこれが後の人生を決定づけることになるのです。軍人になろうって出身までもう攻撃力取って勉強したんですよ。で大体私は少年時代栄養失調で目が悪いですよ。で結局それもダメだと。でしょうがないから私は鉄工所入ったわけですよ。で鉄工所の時に私は歌の勉強になったんですね。朝9時から夜7時まで、で8時から10時まで夜鍋やって、で家帰るでしょ、寝たふりするんですよ。おふくろは歌うと怒るんですよ、生意気者になるっちゅうんでね。で夜中に出して抜け出して名古屋の庄内川という川の原っぱで毎日毎日歌った。そしてね、今考えるとその時に下地ができたような思うんですよ。田畑の声がの、もうとにかく最初は真似、一生懸命で真似やった。そしてそれがね、ある日のことを家に帰って歌ったらね、ものすごく声がビーンとおるんですね。そしてその真似が抜けてるんですよ、うん、軍人を諦め鉄工所に勤め始めた田畑は毎晩母の目を盗んでは歌の練習に没頭します。さらに姉の勧めでコンクールに出場。ここから彼の人生は変わり始めるのです。その時の審査員をしていた方にも今日おいでいただきました。どうぞお入りください。当時の名古屋劇場の支配人でございます。珍しいですね、その頃にのど自慢、今でいうのど自慢でしょ。そうです。それでね、第一予選は無事にこの人済んだ。で第二予選の通知をすぐに出したんですけど、この人来ないんです。なんだか知らない。何でしょう、それがね、うん、それがね、ちょっと待って、ちょっと待って、姉さんから電話かかって、お前さん何してるやつって、うん、今日は第二予選だねやけど名古屋弁になっちゃいましたね。早くこんな出し勘だせん、出し勘せんじゃねえかって言うんでね。で行ったらね、もう終わっちゃってるんですよ。間に合わないからダメ、当然です。とはね、第二予選行かなかったけど、どの人か入れてくれって言ってきたんです。それはダメだと、常識はダメだ、常識的にできないと、そんなことはダメだからって言ったら、どうしても帰らない。3時間でも4時間でも帰らない。もうどうにも仕事できないんですよ。まあそれじゃしょうがないで、今晩劇場が済むまで待てと。それで済んでから一遍君の歌は僕は一遍聞いてみようと。どうでしょう、前にですよ、もうこれなら大丈夫だから入れちゃおうと。歌手になりたい、その強い思いでどうにか二次予選も通過した田畑は、あれよあれよという間に勝ち上がり、ついにはアマチュアコンクールで優勝。そして翌年の昭和14年、田畑芳雄の執念が実り、歌手デビューを果たすのです。船歌で今日もくれるか想え、いつもいらは波枕、一人船頭で暮らすのさ。風が吹く波の浮世に一人もの、ならば千鳥よこの俺と歌を仲間に暮らそう。
物のない時代じゃないですか、だから、エコーがない、はいはい、トレモロがない、はい、っていうことで自分で声を震わせてますよね。あ、いわゆる日本調の拳ではないんですよ。あれはポップスのトレモロのこう細かい揺れっていうのを声でご自分でなさってますよね、はいはいはい、だからモダンだったんです。そうですね、そうですね、ちょっとこう系譜的に言うと、あの北島三郎なんかと同じこう系譜でして、うん、声そのものが一種こう、はい、あの異質で独特なんですね。そうですね、はい、あの歌とか歌唱法以前に、あのデビューしたばっかりの北島三郎っていうのは、うん、聞きようによっては異様な声ですよね。異様な声ですね。あの都はるみもそうですけど、はい、あれはもう異様と言った方が、はい、あのいいと思うんですよね、はい、でも北島さんも直接今年お話を聞いたんですけども、はい、やはり音楽学校でオペラやってますから、声楽でどれだけ声をふわっと遠くへ出すかっていうことは徹底的に鍛えられたの で、ね、それと日本的な歌い方っていうのを自分で発明したから、あの、歌い方が出たっていうふうにおっしゃってました、ね、非常に動物的だと思うんですよね、はいはい、あでも動物的であるっていうことはやっぱりオペラ的になるんですね。本当ですね、うん、大地さんはどうですか、キングレコードに入社されるきっかけっていうのはどういったことだったんですか。愛知県の豊橋の出身なんですけど、 そのところで、愛知県の歌の番組であのコンクールに出て、ちょっと東海地方の代表にさせていただいたのがきっかけで、それでディレクターがキングレコードのディレクターがいらしていて、で、純正になりませんかっていうのがきっかけで、でも何も勉強してないので父は大反対 でデビューまで2年間、うん、徳地先生のお宅にあの土曜日の学校が終わって夜行列車に乗って朝着いて、そしてお稽古をして、そして帰るという感じで2年間やりました。しかし昔はやっぱりその審査とかありましたが、うんはい、大変だったですね。そうですね、本当ですね、うん、戦後サンバガラスがデビューした昭和10年代前半、日本中が異様な高揚感に包まれていました。昭和14年はというと、昨日とした当時かで今日は借り値の高い道、いざ行け嬉しさに、軍事色の強い曲が次々とヒットを記録。しかし岡春夫が発表したのはそれらとは一線を画す曲でした。赤いランタン夜霧に船や
愛旅じゃもの。岡春夫の人気を不動のものとした花売り娘シリーズ、その第1弾が上海の花売り娘です。赤いランタンこの花に入れる用意の上海花売り娘、彼の形見か上海の花売り娘っていうのは本当に、歌詞がやはり赤いランタンとか、はい、ピンクのリボンとかっていう歌詞が出てくるんですよ、はい、大陸を舞台にした、歌だから許されてるんですけども、その頃も、軍の規制から言うと多分もうピンクのリボンとかっていうようなものとかは、うん、日本を舞台にしたら使っちゃいけないギリギリのところです。で同じ頃に田畑さんが大トネ月夜でヒットを飛ばすわけですね、昔はろうて眺めた月も今日は涙の顔でいる。けれど夜は夜であれば殿の招きの月だけ男平手ともてはやされて今じゃ浮世三宝さん。昭和15年、三国同盟の締結によりますます濃くなる軍事色、それは歌謡界も同様でした。
戦意高揚や軍事政策を宣伝する曲が流行し、歌手たちも軍部から高乙兵の順でランク分けされたのです。田畑芳雄は歌い方が軟弱だということで最下位ランク兵のレッテルを貼られてしまいます。それでももともとは軍人志望だった田畑は軍部の目が光る中積極的に慰問活動を行い、出征する兵士の心情を綴った曲「別れ船」を歌い続けました。名残尽きない果てしない別れて船の鐘が鳴る。思い直して諦め夢は潮に捨てて戦時中、たびたび戦地へ足を運び慰問を続けた田畑。そこで目にしたのは沈痛な面持ちの兵士たちでした。慰問で歌ってる歌でやっぱり喜ばれるのはもう大船好きよから別れ船ね。で戦時かよって言ってもね、これは本当に軍歌じゃなしに私の目と兵隊ふるさとのおっかさんが思う歌、これなんか歌ってるとみんな泣いてますよ。兵隊さんが思い出すんでしょうな。そしてもう俺はこれでも思い残すことはないと、俺はいつ死んでもいいんだ、そういう言葉聞くとたまんないですね。春まだ古城に香る梅の花、せめて一輪母上に頼りに秘めて送るじゃないか。Oh,
平梅を帽子に刺して行こうじゃないか。やっぱり慰問なので、あの戦場に行くので音響機材もないし楽器も十分ではなかったんで、自分でギターを持って行って歌うスタイルっていうのがこの時に確立されたというふうに、はい、聞いてます。お父さんすごいよね、ギターに関しては。ギターに関しては本当にすごかったです、ね、ですよね。機材オタクというか、ね、あのいつでも部屋に最新 の、うん、あの機材のパンフレットが置いてある。あ、そんな方だったんですか。ずっと研究してましたね。さあ、そしてその田畑さんが大事にされてたギターを今日お持ちいただいたんですよね、はい、来ました、ね、懐かしい。あ、大津さんがご覧になった。うわ、ね、もうこの裏はもう次の歌とちょっと思ってることを書いたのを貼って、カンペが貼ってるんですよ。それでね、私、あれ先生これ何ですかって言ったら、俺ね目が見えないんだよって、だからちょっとねとか言って、あの紙書いて順序をね、カンペを全部、あのギターの後ろに貼ってらっしゃったのをね。こうびっくりしたエピソードですけども、うん、ある時コンサート中にギターが壊れてしまいましたが、お客さんとトークをしながらその場でギターを修理しコンサートで歌い続けましたって、すごい話。そうなんです。はあ、ご自身で。はい、あの替えのギター持ってないんですよね。あの置いてないんです。これ替えのギターないんだ。これ1本ですもんね。うわ、なので弦切れたり壊れちゃったりしたら、もうその場でお客さんとお話ししながらこう直しちゃうんですよね。ここ開けて自分でハンダ付けでやる人だったので、いろんなギタリスト知ってますけど修理までできるやつってな、うん、そうそういませんね。普通は1本ぐらいはあのステージの裏に置いてあると思うんですけど、もうこれだけ、これ1本だけ持って、あと衣装を持って、それで当時は楽器そのものが不足していたため、田畑は自分のギターを使うようになります。亡くなる直前まで使い続けたという愛用品。このギターとの出会いは昭和29年大阪公演前日のことでした。音合わせがあるわけね。それ前日ですからね、まだ1日間はあるけども、ギターがないんですよ。ほんでよく考えたら、そう、付き人がタクシーに忘れたんね。うん、えらいこっちゃ。その1週間ぐらい前にね、東京のある楽器屋さんでこのギター見たんですよ、飾ってあるのを。で、それを思い出したわけですよ。で、これ取ってみた。あのそこでね、あの見た時に、で指の感じもいいし、ね、大きさもちょうどいいっていうんで、それを思い出してすぐ電話した。売れずにいてくれよという心の、ね、願いを込めてね。そして電話したらあったんですな。すぐ電話して、すぐもう取りに行っとれんから訳言って、それを持ってきてもらった。ですからこのギターはつまり縁があったわけですよ。本当に分身だな、体の一部という感じで、嬉しい時も悲しい時もお前がいるんだと、一緒だよな、死ぬまで一緒に行こうじゃないか。ちょっと不良の無頼かと思ったら、本当なんかプライベートは意外と学級委員みたいな、いやもう本当級長さんみたいな。でも音楽だけですけどね、真面目。それ以外はもういやそれ以外はほぼ真面目なんですけど、本当なのでやはり付き人ということという名目の監視役で、監視役いや幸せだったんですよ、お父さん。すごい方でした ね。コンサートになりますと、この途中で客席に降りていって、であのリクエストを聞きながら回っていくんですけど、そのリクエストももう女性を中心に聞いてもらっていいですよね、分かりやすくて ね。そうでなくちゃ、学校のかっこよさが気軽にその押すって言って、しかも同じ客席に降りてきてっていう、この距離を縮めたっていうのも日本の歌手では多分
田松さんが最初じゃないですか。ですね、つまりもともとクラシックの出身ですとどうしてもステージの上から自分のポジションで歌って聴いていただく、聴かせるっていうどちらかというと関係にあるじゃないですか。これがやはり田松さんはその垣根を取り払ってで高いところから降りてって自分から降りてってっていう。日本の歌謡界に新たなスタイルを打ち出した田畑芳雄、その真骨頂ともいえるステージがこちら。片手風切る窓の下に白いカモメがちゃんとささやいた娘、これじゃないよ、これじゃ出る目がひとつらない。歌も陽気な窓の下に白いカモメがちょいとささやいた。俺が泣いても石にはなかう腕の光をちょいと見せとくれ。今日はようこそ来てましたね。どうぞ。お母さんこっちから。若いですね。そら若いから39やで。39。どうぞよくいらっしゃいました。どうぞ。あんたまたその年で、その年でお兄さんのことわかんの？わかんの？あと50年もつで。どうもありがとう。どうぞ。はい、よくいらっしゃいましたね。どうぞ。うわ、嬉しい。この右はあかんね、今。右の手は痛い。どうぞ。近江敏郎、岡春夫、田畑芳雄、戦後サンバガラスの3人には名コンビと呼ばれた作家との出会いがありました。明るい歌声で戦後の日本を照らした岡春夫、そんな彼と共に数々の名曲を世に送り出してきたのが作曲家の上原玄斗です。出会いは昭和9年。当時はお互い流しとして全国を行脚していました。意気投合した二人は、いつか俺の曲で君が歌う。そうですね、そんな日が来ればいいですね、と夢を語り合い、銀座や浅草などで活動。その時偶然出会った庄司太郎に激励され、書き溜めた作品を手に、キングレコードへと乗り込むのです。すると、この売り込みが大成功。昭和14年、上原玄斗作曲、国境の春で、岡春夫は歌手デビューをすることとなるのです。そして、昭和15年には、上海の花売り娘に続いて、シリーズ第2弾、関東の花売り娘を発表します。紅の雲金に輝く港関東、バンド行くよ花売り娘、かわいい前髪沈むの耳は花を召しませ、南国の甘い花よ。そして終戦後の昭和21年に発表され、
必死に生きようとする人々に勇気と安らぎを与えたのがこの曲でした。青い目をほど柳の月に花を召します召します花をどこか寂しい憂いを含む瞳じらしあの絵久保あ東京の花売り娘。戦後もうその先頭に立ってまず東京で花売り娘が現れたという、ね、戦争を挟んで戦後も復活したんですね。復活したということなんですね。これが多分平和っていうことの証だったんですね。ですから今の僕らの感覚でいうとちょっと分かりにくいんですけれども、はい、その当時の資料とかを調べてみると、はい、リンゴの歌の赤いリンゴっていうのと、はい、花売り娘の青い目の柳、この赤と青が終戦戦争が終わって平和になったっていう象徴だったっていうふうに言われてます。だからそういう意味ではなんと時代が新しい時代に入ったよっていうことを告げる歌だったんだな。そういえば、はい、やっぱり戦後すぐの歌っていうのは青い空ってフレーズとしてむやみに出てきますね。出てきますね、はい、青い空が、平和の象徴だったんだよ。あ、そうですね、B-26 がそこに浮かんでないっていうだけで、空だけを眺められるっていう。赤いリンゴに赤いリンゴや青い空が歌詞に登場し、戦後最初のヒット曲となったリンゴの歌。青い空、明るい青空、さらに青い空が登場する高原列車は行くなども大ヒット。暗い空を目にしてきた人々にとって赤や青は平和の象徴となったのです。そして岡春夫も青春のパラダイスで青い空を歌い、国民に元気を届けたのです。晴れやかな君の笑顔、優しく我を呼びて、青春の花に憧れ丘を越えてゆく、若き命輝くパラダイス二人を招くよ。花売り娘シリーズをはじめ、戦後に大流行した曲の数々、これらの曲にはある共通点がありました。みんな子供が働いてる歌なんです。さあ本当だ子供でも働ける仕事、いや本当ですね、
まあ、サンドイッチマンはともかくも、うん、そうですね、ミネソタの卵売り、これも面白いですね。ミネソタ養鶏場が多い割にそんなことはないと思うんでありますけども、でもそのやっぱり進駐軍がやってきて残した文化の、そうですね、卵が貴重な時代ですからね。ですね、はあ。コッ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 コゲコン、コッ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 コゲコン、私はミネソタの卵売り、町中で一番の人気者、つやつや産みたて買わないか、卵に黄身と白身がなけりゃお代はいらない、コンコンコココココゲコン。ガード下の靴磨きという、うん、これもね、あのあれですね、スグロは全然わかんないでしょ、うん、これね、なんかねセリフが入ってて、ねえ磨かしておくれよって子供がねだるんですね、うん、お大人の人にね、おいら貧しい靴磨き、夜になっても帰る、ねえおじさん、磨かせておくれよ、ほらまだこれっぽっちさ、点でつけてんだ。え、お父さん死んじゃった、お母さん病気なんだ。戦後は、戦争孤児、戦災孤児がたくさん出て、ですからその人たちが、町の中でいろんな形で働いてる、そういう時代に歌っていうのはその一番弱い、人たちに寄り添った歌がこんな風にたくさん生まれてたんだなっていうのが分かると思います、ね、懐かしい歌ばかりで、でも働く子供たちにとってはやっぱり応援ソングでもあったわけですよね。まあそうですね。で年数が経って詩を見て涙が出ますよ。逆にね、 そうです、その当時は結構ニコニコ、なんともなくね歌っていたり聞いてたりしたんですが、この後は田畑芳雄の帰り舟、やられて濡れて続き虫織の帰り船、かすむ広告よ小島の沖じゃ、夢も悪いし夜に会える。岡春夫と上原玄斗が花売り娘シリーズで働く子供たちを勇気づける一方、田畑芳雄もデビュー以来トリオを組む清水稔、倉若春夫らと共に船物を次々と発表していきます。中でも帰り舟は田畑にとって忘れられない曲となりました。私は長い歌生活の中で歌手であってよかったという思い出が一つあるんですよ。私は終戦当時大阪にいました。大阪はもう南から北まで一面焼け野原、その時代に仕事の都合で大阪駅のプラットフォームに行きました。そこへ福音の兵隊さんを乗せた列車が入ってきたんですよ。そこへ私の歌が流れてきたんです。みんなじーっと立ち止まって聞いてくれてるんですな。この時ですわ、はあ、歌いたいであってよかったな。その歌を行きましょう。
波の背の背に揺られて揺れて続き潮路の帰り船かす広告よ小島の沖じゃ夢もありし夜に会える涙もここにつけば嬉しい涙と変わるだろうかもめゆくなら男の子せめてあの子に伝えてよ これね、すごいですね。よく見るとなかなかのもんですよね。昭和15年別れ船、ヒットはしてるし大衆の支持もあったんでしょう。しかしその軍部が景気が悪いっつんでかなり抑圧されたと禁止されましたからね歌うことをこれで昭和21年帰り船ですから、ね、そのつまり敵討ちですな。そうですね、はい、あのやっぱり戦地に出かけていった男どもに向かって帰ってこいという、あれそうですね、ですよね、本当、はい、そうですよ。で実際に、まあ、21年ぐらいから船がどんどん帰ってくるわけですよね、はいはい、引き上げ船が、ね、あの本当に胸がいっぱいになってしまいますけど本当に私いつも聞くたびに先生の歌はなんかあの家族とか皆さんも元気づけてください、やっぱり素晴らしいですね。うん、3人であの次々とこういった船物を出しているので、うん、あの造船所というふうに呼ばれていたっていうふうに話してくれて、もうあの二方先生方に関してはあの歌手はあのヒット曲に恵まれるのがとっても大事だから、うん、そういう機会を与えてくださった先生方は、うん、もう晩年ずっと年を取ってもあの本当に大切に思っていたと思います。花売り娘シリーズと船物で当時一世を風靡した岡春夫と田畑芳雄。その頃サンバガラスの一人大見敏郎はリーガル歌手と呼ばれたというんですが、僕らも分かりません何のことなんですか。このリーガル歌手って、あの八木さんご存知ないですか。要するにコロンビアでですね、あの、まあ、コロンビアの大衆版って言いましてね、例えば松平さんの歌ったあの夕日をあしてとかね、あの急ぎ滅ばしたなんてやつ当時昭和11年頃ヒットしてます。みんなあの1円50銭で1枚、はい、市場で売ってたわけです、はい、そうしますとコロンビアの大衆版リーガルっていうのはですね、あの80銭でちょうど半額で売ってたわけ。そうすると僕がそれをね1円50銭で買えない人のために僕が歌うわけですよ。要するにスタジオも同じ、演奏者も同じ、作曲家も同じ、作詞家も同じ、ただ私が歌うってことだけで。太平レコードから滑ろよスキーでデビューするもこの一曲で退社。その後は大友博史や大利根俊などの芸名を使いリーガル歌手として活動していました。リーガルとは日本コロンビアの廉価版レーベル。流行歌を別の歌手が吹き込み安価で販売していたのです。吹き込みを担当していた歌い手はリーガル歌手と呼ばれ、当時は半人前の歌手と見られていたのです。
先輩あのお茶でもっていうか、いやうちこれが僕は含みであるって言ってたのはですね、いつの間にかこうすっと彼の方がパッとこう出ちゃって、ね、向こうはコロンビアでしょ、うん、僕はまあリーガル歌手ですから、やっぱりこっちは引け目なんとなく感じるわけ。そうするとある時、まあ、その芸術家控室って書いてあるそこにピアノがありましてね、そこで私はまあこうやって練習してましたら、その有名な作曲家、まあ、2人が入ってきたわけです、はい、まあ、かつての同僚ですけどね、うん、で僕がさっとまあどいてこう、まあ、こうやってまあ彼の練習風景とちょっとこっちいたわけですよ、うん、そしたらまあ作曲家が歌ったのあれ誰だってこういうわけですよね。なるほど。そのやっぱり、そのかつての同僚がね、うん、あれはリーガルですよってこう言ったんですよ。それで僕はそこでカーッと頭にきましてね、もうさっとその部屋を出てね、ちょっと臭いですからトイレに入りましてねやっぱ男泣きに泣きましたね。歌手人生で大きな屈辱を味わった近江俊郎でしたが、昭和15年ついに日の目を見る時がやってきます。その歌声が認められ、ポリドールと専属歌手契約を結んだのです。しかし あるその忘年会で、その僕も生意気なんですね、あの鈴木社長っていうのはね、はい、近江お前歌えってこう言ったんですよ。近江お前歌えって言葉にカチンときたんですね。で持ってたこう箸かなんかパーンとぶつけてね、はい、ぶつけて、はい、冗談じゃない、僕は首席で歌う契約してないってなこと言っちゃったんですね。え若気の子がまあしいんですよね。いやいや、しかしそれは、若いうちならそのぐらいの覇気があっていいかもしれません。それで結局ね、お前なんか小僧生意気な首だっていうか、誰がこんな会社にいるかって飛び出しちゃった売り言葉に。でまたまた老老の身ですか。そう、はあ、ただまあ幸いなことにはお兄さんが映画館たくさん経営なさってたんでね、でその間に神田にある映画館の支配人ということで任されて、そこがですね、当時の映画館っていうのは、映画と映画の間には必ず歌謡曲流してたんです。その時に近江さんがお好きだったのが、古賀政男さんの新しいメロディーだったんですよ。原点に帰って古賀先生の歌を歌わなきゃっていう、一心でどうしてもコロンビアに入ろうという、 こう心を固めていく。近江俊郎が歌手を志した原点、それは当時藤山一郎とのコンビでヒットを連発していた作曲家古賀政男の作品を歌いたいというものでした。しかし過去には苦い経験が。だいたい歌い手になろうと思ったら、古賀先生の名曲をね、いろいろ聴いてるうちに、ああ素晴らしいなと思って、先生の、ね、曲を一曲でも吹っ込みしたら、もうそれが自分の念願ですし、一曲でも吹っ込みできたらそれでもう死んじゃっても構わないという早い話がそう思ったくらい先生に傾倒してたんですよね。それでその古賀先生の門を叩きましてね、それでテストを受けさせてくれないかと言って行ったんですけれども、じゃあ会社の方へ来いということで、そこでもちろん先生の曲の東京ラブソングで歌いました、ね、はい、であっさりそこでちょっとやっぱり僕似てたんですね、藤山さんに声が。はい、それでそうです ね、なるほど、花咲き花散るよいいもなんて声出してた、はい、そっくり似てる、藤山一郎うち二人いらないって、断られちゃったんですね。昭和14年、リーガル歌手だった近江は古賀政男に弟子入りを志願、歌のテストを受けることになるのです。しかしリーガル経験が災いしたのか、藤山一郎の声に似すぎているとの理由で断られてしまったのです。それでも諦めきれない近江は、当時古賀政男が所属していた日本コロンビアの文芸部長に頼み、再度弟子入りを懇願すると、この情熱が実り、昭和17年ついに日本コロンビアと専属歌手契約を結ぶことになるのです。そして終戦後の昭和21年、念願だった古賀政男とのコンビでヒット曲を生み出します。それが奈良光恵と歌った悲しき竹笛でした。細く
懐かしい、こういうシャレた感じ、歌唱としてはやっぱり少しこう正統派外れて割とこうスイングしてらっしゃるんですね。そうですね、はい、でもこの後デュエットっていうのも続いて出していくと、うん、この辺りからぐんぐんやっぱりあの人気が大見さんに集中していくわけですね。はい、そうですね。同じく奈良光へと歌った新東宝映画夢よもう一度の主題歌愛の火影、この曲のヒットにより大見敏郎も人気歌手の仲間入りを果たしたのです。正夫とのコンビで昭和23年に発表された大見敏郎の大ヒット曲湯の町エレジー。誕生のきっかけは古賀正夫が学生時代に所属していたマンドリンクラブの送別会に出席したことでした。昭和23年 の、 あの送別会を伊東でやったんです。明大、はい、マンドリンクラブの本年度の卒業生の会を、はい、伊東の旅館でやりまして、その時にあの宴会が始まる前に時間がございましたんで、はい、父がその時に作曲いたしまして、その時に、ええ、で送別会の席上で学生の皆さんに発表させていただいたんです。じゃまさにあれはいずれできたんですか。さようでございます。確かに伊豆の山々の下で、伊豆で行われた送別会、天才作曲家はいとも簡単に名曲を作り上げます。しかしこの曲が世に出るまでの道のりは想像以上に険しいものでした。当時のレコーディングは演奏と歌を同時に録音するというもの。これが大見敏郎を苦しめることになるのです。同時ですからね、あの別々に、今ですとあの伴奏者とこの歌い手と別々にと、もう歌い手の都合のいい時に吹込みするって、そういう状態じゃないんですよね。ですから先生があの一生懸命伴奏してくださるので、私があの下の声が出ないもんで、ずっと山は山になっちゃう、2が出ませんで、それが何回やってもダメで、それでもう一回終わっちゃって、その、ほとんどワックス版使っちゃいましてね、でローバンってやつ、ローバンって、それで今度は出来上がってきて聞いたらやっぱり2が入ってないし、うまくないんですよね。何度やっても歌い出しの伊豆の意がうまく歌えず、ついには降板を申し出た大見敏郎。当時の様子を古賀正夫はこう振り返っていました。大見ちゃんはね、先生これ難しくて僕には歌えませんって、こういうのよ、何言ってなんて、これ歌わなきゃダメよって言ってね、無理にでも歌いなさいって言って、もう無理をしつけて、もう一遍やってごらんなさい、もう一遍やってごらんなさい、でも何回でもね、できるまでやんなさいって言ってやらしたんですよね。それもダメなんですよやっぱりね、まあ、でもうしまいにね、もうみたみたになっちゃったんですけど、昔は老板でしたからね、老板がね、何十まで失敗するとこう天井まで使えくるのがダメだって、それで最後にね、もうこれで最後ですよって、そのディレクターが言ったの、じゃあ最後まで やらせてくれってやった。すると最後の一枚で
ついに二人の努力が実を結びます。もう一遍おじゃって、それで、まあ、調子のいい時にってやって、それでもまた良くなかったんですよ。良くなったら最後の一枚に、要するに大隈さんと技師がいらして、おみちゃんもうワックス版ないよって言われて、その最後のやつにリンが入ってたんです。入ってた、いいリンの、いいリンのやっと入って、それがまあね、夜中に出た伊豆の山々ですけど、でも大変ね、尾身先生あの謙遜なすってらっしゃるんですよ、うん、あれはね、同時でやっぱり父がずっとあのギター弾いてたんです、生で、ええ、でギターのミスであのローバンがダメになったのが全部あるんですよ。なるほどね、先生ばっかりじゃないんです。なるほどね、うまく歌えなかった歌い出しの伊豆の伊、幾度もレコーディングを重ね、最後の一枚でようやく録音に成功。こうして昭和23年、名曲湯の町エレジーは世に送り出されたのです。伊豆の山々月あわく明かりに何か、あのギターとともに全編にこう染み出てきますね。日本人の深い深い安堵のため息というか、あの戦後俺たちはその決して暗い方角には歩いてないと、ほんのわずかながらも明るい方へ、明るい明日の方に俺たちは歩いてるんだっていう安堵感みたいなのが古賀さんのギターとともにこの歌に ね込められてるようなメロディーですしね。そうですよね、それが素晴らしいと思うんですよね、あの初恋の君を訪ねて今宵またなんてのは、やっと初恋を振り返るような、そうですね、もうリンゴには耐えられないぞとでもこれある意味でやっぱりこう、うん、J-POP のスタートだと思いますよね。この後は大見敏郎が名優米山正夫と紡いだ山小屋の灯火。憧れだった古賀政男とのコンビで数々のヒット曲を世に送り出した大見敏郎、実はこの頃もう一人の偉大な作家とも名曲を生み出していました。米山正夫です。後に美空ひばりのリンゴ追い分けや水前寺清子の365歩のマーチなど数々のヒット曲を生み出す名作家、二人の出会いは戦前にまで遡ります。そもそもね、その昭和14年なんですけれども、要するにポリドールにですね、毎週土曜日の午後にですね、新人作曲家をなんか探してたみたいなあれがあったんですね。で僕はそれに応募しまして、でポリドール行きましたら、彼がピアノを弾いていたんですよね。僕はね、そのバンドのピアノも弾いてましたしね、
だからテストのピアノをずっと弾いてた。審査員でもあった。審査員でもあった。いや審査員なんかじゃないけどね。で彼はこうやってきたでしょ、うん、それでそのどいてくれってこういうわけですよ。どいてくれ、ええ、はあ、で僕は弾きますってこういうでしょ、うん、それで大人だか子供だか分かんないわけよ。生意気な野郎だね、うん、しょうがないけど、まあ、こう席を譲ってね、うん、そして、うん、見てたらこう彼は弾き語りやるわけですよ、はあはあはあ、それは自分のね作詞作曲なんです。応募曲だから、ええ、はい、でそれが、まあ、あれとこう単語帳のねいい曲だったんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます。それでね、まあ大体ね曲なんかはね1年に2曲か3曲か取らないわけですよ。そうなの、これ初見だね。あ、毎週やってても、毎週やってても、うん、まあなんかギリでやってるようなもんでね。は、でそれは採用になったわけですか。そうなんです。ほう、そこにね、あの前にはね上原源と岡春のなんかのコンビも来て落ちてるんですか。落ちてんですか、ええ、あ、そうなの、うん、じゃあやはり作曲家としての天分があったんですよ。いやー、私は作曲家になればなればなれ。当時リーガル歌手としてくすぶっていた青海敏郎が藁をもつかむ思いで応募したポリドールレコードのオーディション。この時ピアノ伴奏をしていたのが駆け出しの作家だった米山正雄でした。見事オーディションに合格した青海敏郎は専属歌手としてポリドールと契約。年は米山の方が5つ上でしたが、売れない者同士親交を深めていきます。ところが青海敏郎が若気の至りで社長と対立、ポリドールを退社してしまったことで2人は別々の道を進むこととなるのです。そして再会を果たしたのは終戦後のことでした。シベリアから命からがら帰還した米山正雄、最初に頼ったのは当時古賀政男とのコンビで飛ぶ鳥を落とす勢いだった青海敏郎だったのです。米さんが帰ってきて、うん、真っ先に僕のとこ来てくれたけど、もう今の顔なんかもんない、これで3番ぐらいこんなね英雄でむくれちゃいましてね。それでね、とにかく今もう幽霊かと思って、最初ねフランケンシュタインだと思ったわけですよ。そのくらいとにかくもう要望回避というかね、何とも言えなかった。それで結局まあその当時ね、でそのまあなんかうちならも食べないかって食べて一緒にまあねあれしてて、で何か作ったものないかって言った時に彼がリュックの中から山本星をポンと出してこいして、でそれを見たらダララララン、ダララ、いいでしょ、うん、これいい曲だなと思って結局まあ売り込みに行ったわけですかね、うん、結局その時にまあ後でヒットした時にこれはあの米山さんがそのシベリアに抑留中遥かなる故国を忍んで作った歌だということを僕が作った、うん、けたで実際後で聞いたらなんか違うらしい。いやそれは全くのねフィクションでね、フィクションなんですか。もうシベリアじゃもう食いたい一心でしょ、歌どころじゃない、歌どころじゃないんですよ。生きてるだけでいっぱいなんだから。山小屋の灯火はシベリアに抑留された兵士たちの間で祖国日本を思い歌われていた曲、これを米山が持ち帰り書き直して作られたものだったのです。黄昏の灯火はほどかい灯りで、懐かしき山小屋は麓の
上敏郎と米山正雄によって新たな命が吹き込まれ、山小屋の灯火は大ヒットを記録。頼れるパートナーを見つけた近江は盟友のために行動を起こします。僕が彼をね、専属にしたくて、このまあね、要するにポルトガルでずっと一緒だったし、うん、コロンビアの専属にしようと思って、まあ、その当時 の、 あの文芸部長に掛け合いに行ったら、うん、近江ちゃん一曲ぐらいヒットしたって甘い甘い、それはダメだと言われたんで、うん、彼のとこ行ってね、一、うん、曲ヒットしただけで甘いって言われて悔しい、なんとかもうあと一曲やろうじゃないかっつって二人でね、一生懸命考えて何がいいだろうと。当時ねパソドブルっていうのは決してなかったんですね、全体だったんですね、なんかこんな調子のこう南国って情熱的なもんだよなんつって二人で話し合ってね、うん、で結局まあ南のバラがね、おかげさまでヒットし映画にもなったりね。米山を日本コロンビアの専属作家に、この思いから生まれた名曲が同名で映画にもなった南のバラでした。南のバラそうよ風に微笑む君の姿、胸に抱き口づける花よバラの花、麗しの月の宵共にさ預けあれ、君よ歌え恋の歌を、雪やましの胸立つ恋、南の国スペインの君は優しのバラ。南のバラ憧れの花のクイーン、夢の魔物は忘られぬ花よバラの花、麗しの月の宵共にさ預けあれ、山しの胸燃え立つ恋、南の国スペインの君は優しのバラ。で実際にこれがヒットして、おかげで米山さんはコロンビアに無事に契約ができて、で、コロンビアの作曲家としてスタートするんですね。で実際は米山さんは作詞もなさいますので、はい、作詞作曲をするという新しいタイプのソングライター、はい、でしかもクラシックとジャズの両方やれる方でしたから、皆さんここに作詞作曲家が登場しましたけど、はい、もう本当にこうね、そうなんです。後にフォークとかニューミュージック J-POP につながる作詞作曲をやるという、はい、近江さんと出会ってなければ。そうなんです。米山さんもいやどうなってたか本当にね分からない、うん、でもし米山さんがコロンビアに入ってなければ、うん、美空ひばりさんはどうなってたんだろう。あ、そうですね、これ実はもうご存じの方も多かろうと思いますが、リンゴ追い分けはこの方の作品なんですよ。そうなんですね。はい、でもこう考えると大津さんいろんな方つながってらっしゃいますね。やっぱり本当ですよね、うん、近江敏郎が米山正雄とのコンビでヒット曲を飛ばす中、岡春夫も泣くな小鳩よや男一匹の歌など次々とヒット曲を世に送り出し、その人気は絶頂を迎えていました。たとえ別れよと
当時プロ野球で大活躍していた赤バットの川上哲治と青バットの大下宏、人気を二分した2人の選手になぞらえ、歌謡界でも近江派と岡派で人気を二分するなど、2人は高い注目を集めていました。そして昭和23年、岡春夫は人々に生きる希望や勇気だけでなく夢を与える憧れのハワイ航路を発表します。ションで本当にねえ元気をいただきましたよね。きっとそれ明るい歌で、はい、でもこれやっぱり未だに耳に残る名曲です ね、 で、 すね。でもこれ戦後3年ですからね。そうよ、うん、すごいです、ね、ここからずっとハワイって続いてるんだよ日本人に、ね、その頃船で行ってたんだ。これを聞いた時はまだ子供でしたけど、あハワイに行きたいなと思ったり、ね、思いますよね思ったりして思いましたね。本当にこの歌聞いてると、ね、ありありとその風景光景が浮かぶんです ね、 ですね、ハワイってどんなとこなのかななんて思ったり、ね、子供心に思いましたね。歌で耳に入ってきて、はい、でそれをなんか感じましたね。でもそれはやっぱり全てこの歌のなせる技ですよね、うん、生み出した原点ですか、で高度成長期になってですね、丸々を飲んでハワイへ行こうとかね、なんかハワイっていうのはやっぱり一種日本人にとってはなんかやっぱり慰安というか、安らぎのキーワードになっているわけですよ。曲のヒットとともに人々の憧れとなったハワイ、昭和36年にはトリスを飲んでハワイへ行こうのキャッチコピーでサントリーのキャンペーンが話題となり、
海外渡航制限が解除されたことを受け、昭和40年には日本初の海外パッケージツアー JAL パックが発売され、ハワイは身近なものとなっていったのです。手を組んで愛し合う時が来た。大津さんの歌ここに幸ありも、ハワイでも大ヒットして、うん、そうなんですよね。あのハワイの日系の皆さん、やはり、まあ日本人でありながら日本人と戦って生き残りの皆さん、皆さんが、の奥様方があのご主人を元気づけようとか自分を元気づけようっていうんで、嵐も吹けば雨も女の道をなぜけは君を頼りに私は生きるよっていう感じで、この歌で元気づけられましたっていうことで。ハワイへ移民した人々に生きる希望の曲として愛され、ハワイから人気に火がついた名曲、ここに幸あり。嵐も吹けば雨も降る、女の道よなぜけわし、君を頼り私は生きる、ここに幸あり。私も三橋美智也さんとご一緒に行ったんですけど、はいはいはい、昭和33年ぐらいですかね、でお邪魔したんですけど、終わってから、奥地を回ってみたら皆さんサトウキビ畑の中で泣いてらして、帰りたいけど帰れないのよって言って、この歌で元気づけられましたって言ってくださったんで、アカペラで私は嵐も決まって歌っちゃいました。いや、いいことなさいますよ。やはり日本に帰りたい思いを、そうですね、持ってって帰りたい帰れないっていう感じで、あのやっぱハワイ移民の方のご苦労ってのは壮絶ですから ね、だからハワイからこのここに幸あるよヒットさせていただいて感謝です。もう本当に日系の皆さんが苦しんでいらっしゃるってことで、さあ頑張るぞと思ったら逆に元気をいただきまして、はい、嬉しく思いました。大見さんのハバロフスクコルタ、これもああそっか、ハバロフ、ソ連に抑留されてて帰りたくて帰れない男の人たちが歌った歌なんですよね。ハバロスク、ラララハバロスク、ラララハバロスク、川の流れは薄り子、あの山もここの谷もふるさとを思い出させるその姿、母の顔ラララ母の顔ラララ母の顔、浮かぶ夜空に星が出る、
だ一つ呼んでいる。あの星は遠い我が家の窓明かり。汽車が行く、ララララ汽車が行く、ララララ汽車が行く。遠い港の裏地をへ。あの波もここの波も日本海渡る関係で待って涙。後もないこれ、うん、だからおそらくね、うん、多分その抑留中に死んだ友あるいは戦友の、うん、を弔うために土に埋めたっていうその土に埋めた悲しみを、うん、なんかこう払拭するために懸命に誰かが陽気に、はい、この抑留されているその地の名前のハバロフスクにラララをつけて、うん、ここからその飛び立ってっていうかいつか帰るっていう、うんうん、やっぱなんかエネルギーありますよね。ありますね。だからこれはね国境の春、はい、最初に出ましたね、はい、国境の春で歌ってた人たちの気持ちみたいなのの10年後ですよね、年代的にもそのぐらいの時間があるんですよ。その経緯が僕もね父がシベリアから帰ってきた人間ですからハバロフスクまでたどり着いてようやく日本対岸の日本に帰れるんだっていう実感が初めて湧いたって言ってましたもんね。あ、そうですか。この曲が実は一回販売中止になってしまう、うん、そうあってね、うんええ、なんで販売中止になったかっていうとこの歌はシベリアの抑留されてた人たちが歌ってた。でそれを日本に持ってきてで米山正雄さんがそれを編曲をして、はいはい、大見敏郎さんが歌って出したらヒットしたんですけれども、これ元があるよっていうことが途中で分かって、はい、それで一旦こうストップがかかったっていうふうな話なんです、はい、シベリアの抑留所で作者不明として歌われていた曲、これを日本に持ち帰った米山正雄は記憶を頼りに譜面を起こします。そして湯の町エレジーを手掛けた野村俊夫に作詞を依頼し、昭和24年ハバロフスク小唄として発表しました。曲はすぐにヒットしたものの同時にある疑惑が持ち上がります。元歌の存在です。その歌とは昭和15年に林伊佐夫が歌った東京パレードでした。青に見る青い空高くそびゆるビルの屋根、あの窓もこの窓も朗らかに、みんな働く大東京。結局ハバロフスク小唄は東京パレードの替え歌であることが判明。一度は販売を中止しますが、すでに大ヒットしていたため米山正雄は編曲、野村俊夫は補作詞という形で再発売されたのです。わー、同じねいやーでも俺は違うな違いますよね俺は違うと思うな。違う、ね、やっぱね圧倒的に歌世界が違うわ。これはやはりその自然発生的にこう誰かが覚えてたメロディーと歌いたい気持ちみたいなのがこう伝わって伝わってこういった歌だから、なんかすごくこう原始的な力があるっていうか。ありますね。片っぽの東京パレードの方はやっぱりなんていうかデスクの上で部屋の中でできた、うんはい、ハバロフスク小唄って
これなんかね地面から湧いて出たような。そうなんです。それでねエネルギーがあるんですよ。何かっていうとやっぱり絶対日本に帰りたいですよね。絶対生きて日本に帰るぞっていう人たちが多分歌い継いでたんですね。この後は戦後サンバガラスと美空ひばりが映画で共演、貴重映像母を慕いて。ねおじさん、清水洗って大丈夫かしら。ああ、帰って生地が丈夫になるよ。戦後サンバガラスが人気の絶頂にあった昭和26年、14歳にして天才の名を欲しいままにしていた美空ひばりと映画で共演します。ひばりの母君への意向もあり、彼女の共演者には時代を代表する歌手や俳優のみが選ばれていました。そんなひばりの共演者として戦後サンバガラスに白羽の矢が立てられたのです。その作品が映画母を慕いてでした。おいでや。はうちの稽古どす。稽古どす。どうぞよろしい。は僕吉川です。どうぞよろしく。こちらはんとっても歌もお上手なんよ。いやそれほどではありませんよ。あそれあかんわ。人のやろ。あそれお姉さんのやないの。やともしてるわ。おじさんは手癖が悪いな。いや僕はこういう綺麗な人見るとパッとしちゃうんですよ。ちょっと嬉しいよ。まあ嬉しいわ。恥ずかしいわ。私泣くな小島の愛しい人最初に一瞬見えるという胸がいっぱいだし胸がいっぱいになりますね。監督はですね斉藤寅次郎さんって喜劇をたくさんを撮られたんですが、まあ何よりも戦後有名なのは美空ひばりさんを発見して野津満郷時代っていう、映画にひばりさんを抜擢した。まだレコードを出す前ですからひばりさんは。でこれで、のど自慢郷時代に出てひばりさんが移って、で人気が出たところで、コロンビアと契約をして歌手になるっていうことですから、あの今の映画を見てもあのハイダさんもお出になっても、もうやっぱり総力を挙げての娯楽歌謡映画、そうですね、なんでしょうね今のは、そういうものが作れる時代になったっていうことですね。昭和26年っていうと、あのバトンタッチといいますか新スター、戦前、戦中戦後をつないできた三大スター、その後に新スター、新しいスターで美空ひばりがいる、やっぱ天才的ですね。あれ14歳、だってあれ横浜の子でしょ、そうです、ね、関西弁パーフェクトじゃないですか。そうですね。そうで、あらすごい耳いいわ。パッと歌ったら通い船をね歌いますね。すごいですよね。歌い上げしたらすぐパッと歌える人です。一小節でもう、ね、ってなりますもん、ね、すごいですね。天才、うん、ですよね。
この後は大見敏郎が迎えた人生の転換期。新旧スターが揃い踏みした映画公開の翌年、大見敏郎はキングレコードへ移籍。移籍第一弾として湯の町月を発表します。私のギターなぜにかむか心の傷よ、男泣かねど この遺跡をきっかけに順調に見えた大見の歌手人生に暗雲が立ち込めます。大変ね、その当時自分で言っちゃうのおかしいんですけどね、お金の方が莫大なね、はい、莫大なところなんですね。その当時としては相当多額の、契約金であのキングに移籍したわけなんですね、はいはい、そうしましたところやっぱりこの何ですかね、あのちょっとこう天狗だったんですね、そういう時代やっぱり誰でもあると思うんですよね、うん、そりゃそうです、若い時は。そしてね、結局自分でこう曲が来ますとね、今ならまあ、なんつか自分でソングオブライターでいろいろやりますね、はいはいはい、作って歌いますけど、ね、ところがね、その当時、まあ、みんな分野が作詞家作詞家、そうそうそう、作曲家作曲家、歌い手という各分野でですね、結局自分の職場を荒らされるっていうムードがあったんですね。自分はその曲ができて、こんな曲より俺が作ったらこれがいいじゃないかっていうつもりで自分で作って自分で含み、まあ、できるわけですから、はい、自分でやっちゃうわけですよ。そうしますと、まあ、江口靖さんってまあね、まあ、そうで一応代表で僕のとこ来ましてね、うん、あのサッカー組合であなたはもう自分で我々の曲をまあいろんなかまあね、まあ、そのこれがいいんだって自分で勝手に含みしてると、うんうん、だからそのじゃあ大見敏郎はもう歌なんか作らないっていうのは曲があるって言われましてね、そんな今度はなんかありまして、それで結局自分もですね2年の契約だったんですから、まあ、29年にですね、まあ見切りをつけたっておかしい、昭和20年代に、まあ、僕らの岡君だとか田畑君の要するにね時代があって、そして、まあ、もう30年近づきますとあのほら宮橋君だとか次の世代が、あの南君とかね今出てきますね、そういう新旧交代の時期だったんですね。作家たちとの対立に加え押し寄せる新たな波を敏感に感じ取った大見敏郎は歌謡界の第一線から退き映画やテレビの世界へと進出していきます。そして田畑芳雄もレコード会社を転々としたものの、その生き方は大見敏郎とは対照的なものでした。あんまり歌を出していない時期っていうのがこの時期で、そういった中でも一人でも二人でも自分の歌を聴いてくれる人がいるんだったらどこにでも行くぞという決めてたみたいで、いつもおっしゃって、はい、それでキャバレーをたくさん回ったというふうに聞いてます。聴いてくれる人がいればということで、ずっと歌い続けようというふうな気持ちでどこでもやろうというふうに決めていたのでやってたと思います。一人でも行くよっておっしゃってるね、そうおっしゃってたもんね。でその中である曲に出会うということなんですね、はい、島育ちですね、ね、はい、これは銀座の沖縄料理屋さんで女の子たちが歌ってるのを聞いて、はい、いい曲だなと思ったみたいなんですけど、調べたら作曲家がコロンビアのミカイ・ミノルさんで、
で、あの父は定築所属だったので、うん、はい、あの無理かなこの曲吹き込むのって思ったらしいんですよね、はいはい、でもあのどうしてもこの曲が歌いたいと、当時ヒット曲に恵まれなかった田畑芳雄の耳に偶然飛び込んできたのは奄美大島で歌われている民謡でした。この曲を歌いたい、その一心で田畑は所属していた定築レコードにレコード化を持ちかけます。すると返ってきたのは思いもかけない言葉でした。問題はレコード会社の壁などではなかったのです。いや売れないとまあ言ったわけですよね。まあ、当時はロカビリーの全盛時代でしたんですよね。これを聞きましてね、もう絶対に売れないからということでもって再三断ったわけですが、はいはい、彼はどうしてもこれはもうヒット必ずするから込みさせてくれと、うん、でまあ当時3000枚彼自分で引き受けるから、自分で引き受ける、自分で引き受けるという言葉がありましたんでね、まあ、それじゃもう損もないんで、うん、一応損もないしましょうということでもってまあやったわけですが、ちょうど37年の19月でしたかね、発売が。なるほど。これが私の予想を裏切って大ヒットになりました。どのぐらい出ました？島育ちが70万超えてましたですね、そういう点でまあ話題には申し訳ないと思ってたわけですよ。昭和30年代若者たちを中心に沸き起こった空前のロカビリーブーム。演歌調の島育ちなど売れない、そう踏んだレコード会社の答えはノーでした。しかし田畑芳雄は自費出版に踏み切ります。どうにか発売にこぎつけると70万枚以上を売り上げる大ヒットを記録。田畑芳雄は不死鳥のごとく表舞台へと舞い戻ったのです。そして曲の舞台となった奄美大島には歌碑が建てられ、彼が訪れた際には島中の人が港に押し寄せました。おーし、赤い袖で我々の耳に確実に届いてますね、うん、お嬢さん何がショックだったと思います？田畑さんのこの島育ちっていうのは何がショックだったんですか？分からないでしょ。分からないですね。あ、お教えしましょうか、はい、お願いします。ローカルなんですよ、うん、あ、はい、ローカルの歌なんですよ、うん、そうですね、奄美大島、そうですね、あの、うん、何でもそうですが、うん、一旦東京で加工しないとローカルっていうのは売り物にならないっていうことなんですよ。ところがね、この田畑さんのね、あの島育ちはね、やっぱねローカル直送なんです。それでね、なんかね、いわゆる取れたて泥付き野菜を並べたような、で
これはね、いろんな人に希望は与えるんですよ。そのつまりローカルの半分民謡みたいな歌が全国ヒットになるんだったらば、俺たちの中にもあるぞっていう、うん、そういうものに火をつけたんですよね。それとこの歌で火がついて、日本人の目がね、やっぱりあのサザン南方の方にゆっくりと向き始めるっていう、そうですね、いくらでもいい歌はあるんだと、そこに気がついてローカルの若者たちが生ギターを手にという、それのやっぱり松明を渡してもらったのは田畑芳雄という、本当ですね、やっぱり存在大きいんですよね、うん、この後は田畑芳雄が綴った母への思い、ふるさとの丘。島育ちの大ヒットにより表舞台へと舞い戻った田畑芳雄、昭和40年に発表したのは女で一つで育ててくれた母への思いを綴った曲でした。お父っつぁんが早く死んだもんですから、おっかさんえらい苦労しました。ふるさとを捨てて、それから大阪へ出て、この大阪がすごかったんですよ。この時に私とお母さんのね、親子の絆が強くなったんですよね。本当にまあ、ようお買いを送りました。米姿が分からへんなお買い。その米すらない時はおからですわ。おかずは紅生姜。あれは当時一銭でもってくれですな。あれ見ると、私はお母さんのことを思い出してな。そして私はでっちことに出るときにおっかさんが送ってくれました。思い出になります。今でも浮かんできますな。私がこの思い出を詩を作って曲をつけました。これはおっかさんに捧げる歌、ふるさとの丘。昭和16年、名古屋市で行われた凱旋公演、駆けつけた母小雛は立派になった息子の姿に涙が止まらなかったといいます。ふるさとよ、ふるさとよ、山よ川よ、幼き日母と別れた、あれを呼ぶふるさとの丘。昭和54年、還暦を迎えた田畑芳雄に娘沙織さんが誕生。親となった彼は3歳の時死別した父との思い出を綴った曲、青みかんを発表します。お父さんは農業してましたけどな、貧乏で貧乏で、ほんでこうやって人力車引いて雨の日も風の日も
雪の降る寒い日も一生懸命で働いて、そして幼い私たちを育ててくれたんですわ。今もこうやってずっと目をつむってるとね、雪の中一生懸命で走ってるお父さんの姿が浮かんできまんね。親父は一生懸命働いて家へ帰る、そして何が楽しみか、一杯のこれなんですよ。なけなしの金をはたいてね、で兄貴が酒を買いにやらされる、つるつる天の霞の着物を着て下駄履いてね、そしてたまたまこの酒屋のおばさんに青いみかんを一つもろたんですよ。それが嬉しくて嬉しくてね、ポケットを入れて、ふてぶとさんの酒を宝物でも持つように持って帰ってくる、その情景をね、私が詩を作って作曲しました。これはお父さんに捧げる歌です。青みかん。小雨さばくる夢貧しき父の酒こぜ帰る小さな布団に一つあおみかん。共にステージに上がり、付き人としても常にそばにいた娘。それは一緒に過ごす時間を大切にしたいという親心でした。小雨そぼふるみ夢いろり囲んで持ち合いて昔話の懐かしい今も微笑む父の顔。明日をも知れぬ戦後の混沌とした時代、その歌声で人々に生きる勇気を届けた戦後サンバガラス。おかっぱるの愛称で親しまれた岡春夫、人気絶頂期に行われた浅草国際劇場でのコンサートには入場券を買い求めるお客さんの列が 3.5 キロも続いたといいます。しかし歌い続けた彼の肉体は悲鳴を上げます。徐々に体調を崩し、やがて表舞台から姿を消してしまいます。それでも昭和30年、名優上原玄斗が手を差し伸べ、会いたかったぜを発表、見事復活を遂げるのです。昭和20年代後半、歌謡界から身を引いた近江敏郎は映画界へ転身。さらに時代の流れを察知し、急速に普及したテレビ界へと進出。近江敏郎大先生と呼ばれ、司会や審査員などマルチなタレントとして活躍していきます。そしてバタヤンこと田畑芳雄は
生涯現役歌手として90歳までステージに立ち続け、人々にその歌声を届けたのでした。